第2試合20分一本勝負を行います。青コーナー180センチ、 101.2キログラム、 リングスオランダ、ウィリー・ピータース。赤コーナー181センチ、 94キログラム、 リングスオーストラリア、クリストファー・ヘイズ。さあ続いて第2試合です。この両者は過去2試合戦っています。3度目の対戦、96年1月武道館がヘイズマン、97年3月がピータースと、過去1勝1敗の対戦成績です。2人はですね、ピータースのが重たくて 7.2 キロの差があります。さあ熊雲さん、はい、この試合どういうことを期待します？そうですね、まあ、過去1勝1敗といってもですね、やはりまだ伸びる可能性があるのはやっぱヘイズマンの方ですからね、やはりヘイズマンとしてはもう負けられないということでしょうね。成瀬のピンチヒッターで急遽来日しましたクリストファー・ヘイズマン、当然今日、発売あるいは手元に来ています。パンフレットにはヘイズマンの名前が出ておりません。対戦カードにはありません。山田さん、やっぱりピンチヒッターというのはそれなりの、まあ、練習をしていると思いますけど、心づもりとしてちょっと大変でしょうね。そうですね、急に出てくれって言われて、これだけコンディションよく出れるってことはやっぱり日頃の練習の成果でしょうね。そうなんでしょうね。このヘイズマンとは山本さんどうですか、どのくらいのこう面識があるんですか？そうですね、軽く道場スパーリングやったりとかし昔してたんですけど。ああそうですか、礼儀正しいですよね。そうですね、やっぱりすごい向上心があるっていうか、敬遠心ですね、やっぱり。なるほど、ね、エスケープに取られました。これは苦笑いです。この辺はシビアに取っていきます。エスケープというのはもうダウン相当ですから、ワンロストポイントです。この辺がですね、オランダ勢にとって熊子さんきついところになってきますよね。そうですね、本当まさかピーターズのようなですね、まあ、いわば第一世代のオランダ勢ですね、はい、やっぱりきついですよね。ラッシュしてきました。ストレートを飛ばしながらまっすぐ行きました。この辺パワーがあるところがピーターズのいいところ、素晴らしいところです。おーとボディーカウンターになりました。ダウン、見事に入りました。これはダウンです。これは結構非常に入りましたね。いいタイミングで膝を持っていきました。ピータース、これがうまいところです。立ち上がります。これでこのダウンも先ほどのロープを簡単に掴んだと一緒なわけですから、ね、今息できない状態ですね。したがってピータースチャンスですね。チャンスですね。アタックに逆に行きました。自分で滑り込んできますヘイズマン。ただそのエスケープとダウンじゃもうダメージが違いますからね。全然違いますけどね、ポイント的には一緒です。これはつまり先ほど冒頭にも言ったように、できるだけこうエスケープをなくして激しいこう緻密な濃厚な試合にしていこうという、そういった考えのもとに行われているものです。まあオランダ勢としましては、割とこうロープ際で戦う、あるいはロープを掴むということが多かったので、山本さん、かなりオランダ勢はちょっとナーバスになってくるでしょうね、これから。そうですね、やっぱりトータルファイターなんて、自分にこうないものをやっぱりグラウンドとか観察だと勉強しないと、やっぱ勝てなくなってますね、やっぱりですね。ボディのパンチ、グラウンドのパンチ、おっと今ちょっと引っかかったようなところがあります。これエスケープ、あーもう2つです。2ダウンです。あと1つだけでエスケープはできます。だからウィーリーにしたってテイクダウン取る、潰したりとかタックル切ったりとか潰したりとか上のポジション取れるんですけど、そこからの、サブミッションというかやっぱり勉強してないんで、全然変わってないですよね。展開生まれないというか、どうしていいか分かんないですよね。本当にそうですね。初期こそKO で勝ってた時期はいいんですけども、グラウンドで、ね、決めるということできないですもんね。そういう意味ではやっぱりヘイズマンのトータル的にやっぱり今すごくレベル的には高いんじゃないですかね。ヘイズマンはしかし来日するために成長 してますよね、明らかに。ロープ際です。これ迂闊にまたピーターズおーっと膝を持っていきます。パワー的にはどうでしょう、熊子さん、ピーターズの方が強いんでしょうね、やっぱり。どうですか、ね、なんとも言えないですか、やはりピーターズも落ちてくるから、ね、おっと、これは昔グレコマンの選手だったんで、はい、脇とか硬いですよね。あ、脇がね、脇の差し合いとかって今の見て分かるんですけど、うまいですよね、それは。なるほど、おっと、膝十字架、膝十字架、これはタップか、タップか、ロープ、あー、タップです。あー、ちょっとロープまで届かないというような格好で決められてしまいました。3分13秒、膝十字架でクリストファー・ヘイズマン選手の勝ちでございます。3分13秒、クリストファー・ヘイズマン、膝十字固めでウィリー・ピータースを下しています。ピンチヒッターながら見事その役目を務めました、クリストファー・ヘイズマン。
やはり引き出しの山本さん、さあ、はい、ズイマ今顕著に出ましたね。やっぱグラウンドはやっぱり格段の上ですね、やっぱり。